ありがちズーム。告白にありがちなこと、みんなはしたことされたことあるかい？ああどうしようどうしようどうしよう、どうしたらいいのかわからないよ。キラン、なぜ私がこんなにもがき苦しんでいるか気になる。それはアリオに好きと伝えたいけど直接言うのは恥ずかしいから LINE で伝えちゃおうかな大作戦発動中なんですけど、結局何をどう伝えたらいいかわからないから文章を考えるのに苦しんでいるんです。ああかれこれ68時間ぐらい悩んでるし、朝日も3回も見ちゃったわ。もうそろそろ送らないと。アリオを見てるだけでドキがムネムネ。まあ、これでいっか。変化や、 LINE で告白しようとしても何度も打っては消してしまいがち。68時間も受講してそれかい。なんだよそれ。いやマジなんだって。アジアがおかしかっただけなんじゃないの。いや、 やっぱり友達との会話、いやアキコとの会話楽しいな。だいぶ前から気になっていて、夜のおかずにも何度かさせていただいてるんですが、なかなか告白には至ってないんですよね。でもそろそろ誰かに取られるかもしれないからな。よし勇気出すぞ。数週間後。もうガズやったらほんとバカ。うるせえ、そりゃお前だろ。お前ら二人ともだよ。はいそうです、見ての通り何も変わっておりません。そしてもちろん今も何度か夜お世話になっております。いや早くしないとしないととは思ってるんだけど、なかなか手がというか口が出ないんですよ。はい。でもまあちゃんとそろそろタイミング見つけますよ。数週間後。どうせできてねえんだろうな。いやたまには一人で出かけるのもいいな。ねえカズヤ、次どこ行く？アキコの行きてえとこだったらどこでもいいよ。もう普段そんなこと言わないくせに。いいだろ、二人きりの時ぐらいカッコつけたって。そういうとこ好きだよ。おい。アリオ KO。 ニニニニニニチン。うわあ、聞こう、ちくしょう。ちんたらするからや。告白しようと思ったら相手に恋人が出来上がりがち。そしてうさばらしの嘆きの自己発電。ああ、会議の準備するのもめんどくさ。あ、ガチコちゃん、俺も手伝うよ。あーりょ。そんな驚く、俺なんかしたかな。ああ、いや、気にしないで。ああ、そう。で、それ手伝うよ。え、手伝ってもらっちゃっていいの？うん、俺手空いてるし、二人でやってさっさと終わらそうぜ。ありがとう。ちょっと待って。今から私とアリオが会議室で二人っきり。これって告白のチャンスじゃん。私ファイト。10分後。よいしょっと。よいしょっと。にににににに。やっぱり言い出せない。なぜ私 LINE の文章を考えるのにも3日未満かかったんだよ。それを直接、ましてやこんな二人っきりの空間でなんて言えるわけない。ガチコ、どうした？何もなかった。スリラーバーグ編のゾロか。二人きりのタイミングがあると今告白かと考えてしまいがち。勝手にダメージ受け取る。頑張れガチコ。ガチコくん、すまないが急な用ができてね。これ頼めるかい？はい、お任せください。早急に資料作っておきますね。ああ、頼むよ。うん。最近ガチコ仕事頑張ってるな。ああいうけなげなところいいよな。今度デートに誘ってみようかな。いや今度じゃダメだ、今日誘う。後で昼休憩の時に誘う。もう二度とあんな失敗は犯したくないからな。よーアリオ。ああキコか。うまくいった。私そんな怖い顔してた？あいやそんなことないよ、気にしないで。っておめえ何ちゅうタイミングで話しかけてくんだよ。お前はもう俺にとって過去の女なんだ。つーかさ、最近私カズヤと別れちゃってさ。そうなんだ、マジか、それは大変だった。別れた？マジ？そうなの。だから癒してよアリオ。は？今アリオがいいかなと思ってて、アリオが良かったらなんだけど、私たち。よくねえよ。え、何よ。なんでおめえこのタイミングで言うんだよ。もう遅んだよ。え、何が？うるせえ、とにかく遅いんだよ。なんかごめん。なんで今なのっていうタイミングで告白されて気がち。どっちも悪くねえ。アリオさん本当に優しいし、絶対彼女のこと大事にするんだろうな。何かあったら男らしく守ってくれそうだし。私が彼女になりたいな。早くこの気持ち伝えないと。とは言ったものの、でも。よーガチコ、お疲れ。あ、お疲れ様です。よかったら一緒に昼飯食おうぜ。え、一緒にですか？はい、すぐ行きます。じゃあ後で。あ、また告白チャンスが来てしまった。でもきっと言えないんだろうな。っていうか、もし告白して今のこのいい感じの関係が壊れてしまったらどうしよう。失敗して気まずくなって話せなくなってしまったらどうしよう。怖い、やっぱり告白できないよ。告白していい関係が終わってしまうのを怖がってしまいがち。わかるわかるぞガチコ。そしてアリオは早く告白したり。やっぱりうちの会社の食堂ってうまいよな。そうですね、すごく美味しいです。うん、ガチコ見れば見るほど本当に可愛いな。絶対に他の男には取られたくないな。もし触れる男がいたらそいつの指の関節を100倍にしてやるぜ。アリオさん食べないんですか？ああいやいや食べるよ。はんはんはん。とはいうものの、告白とかもう何年もしてないし、なんて言えばいいんだ。ある程度大人だしストレートに言った方がいいのか。あいやでも惹かれないか、なんか気持ち悪いって思われないかな。下手したら警察に通報されたりしないよな。どうしたらいいんだよ。悩めば悩むほどどんどん告白が遅れていく。アリオさんどうしたんですか？何もなかった。あなたもかい。告白の時に惹かれたら気持ち悪がられたらと考えてしまいがち。こっちも悩んでるな、もどかしい。ようガチコ、今日もよろしく。アリオさんおはようございます。あ、今日
今日もアリオさん見れてハッピー。パワーチャージできたし、お仕事頑張ろっと。あの、ガチコさん。え、あ、うんちださん、おはようございます。ガチコさん、ちょっとお時間いいですか。え、はい、いいですよ。うわ、屋上に連れてこられたけど、もしかして。実は、ずっとずっと好きでした。はい、やっぱりそうですよね。っていうか、私告白されたの初めてなんですけど。絶対絶対大事にします。僕と付き合ってください。お願いします。うわ、どうしよう。うんちださんすごくいい人だけど、私アリオさんのことが好きだからな。あと、もし結婚したら私の名前がうんちだガチコになるんだよな。ごめん、やっぱり名前がでいいんですか。今までにもそれで振られたことあるんかい。違うわ、好きな人がいるのよ。好きな人。うん、そう、好きな人。じゃあ名前のことは1ミリも考えなかったんですね。え、考えなかったんですね。それはごめんなさい、ちょっと考えました。というか、がっつり考えました。あー、言えねー。告白されたら結婚まで考えて相手の名字を自分に当てはめがち。とりあえずうんちださんは悪くない。なあなあ、お前ガチコちゃんのことどう思ってんだよ。うん、そりゃいい子だし可愛いし、彼女になってほしいなって思ってるけど。だったらお前早く告白しろよ。うん、いや分かってるんだけど、でもなかなかタイミングがつかめないというか。早くしないと他の男に取られちまうぞ。それは嫌だ。そうだな、ここで男見せないとダメだよな。そうそう、男なら張り切ってズボッと言ってやれ。卑猥だわ、ズバッと言ってやれな。でもズボッとも行きたいだろ。行きたい。正直な野郎。女にさせずに男からしろという考えを持つ人が言いがち。天はどっちでもいいけど、できれば言いたい派かな。誰も興味なかった、ごめん。うん、ジュースどれにしよっかな。あ、ガチコ先輩。うんちださん、僕もジュースを買いに。あ、そうなんですね。ちょっと警戒してます。もう未練なんてありませんよ。え、あ、そう。とか言いながら、男って意外と未練だらしいって言うから、本当は私のことまだ好きなんじゃないの。大丈夫かな。あ、おっと、小銭が。あ、取りますよ。ごめんなさい。いや、私こそ。っていうか、なんで私がドキッてしてんのよ。いくら告白してくれた相手だからって、私にはアリオさんっていう大好きな人がいるんだから。でもこれがきっかけでうんちださんとそういうことに。あ、そういえば僕彼女できたんです。彼女できたんかい。お前、私に告白してからだいぶ早いな。おい、あ、ちょうどいいところに。ブリコ、おい、ブリコ。まあ、うんちださん、下の名前で呼ばないでくださいよ。この子が俺の彼女のブリコです。どうもガチコ先輩、ブリコです。ガチコさん、どうしました。結婚したらうんちだブリコになるけどいいの。あ、告白された後に好きじゃない相手を意識するようになりがち。うんちだブリコ完成してもうたやないか。アリオ先輩。君は、この子誰だっけ。実は入社した時からずっと。もしかして。ずっと好きでした。付き合ってください。え、うそ、おっぱい、うそ、え、ダメですか。あ、いや、ダメというか、俺君と一回も話したことないよな。はい、ないです。なのに好き。はい。で、告白。はい。ごめん。ごめんごめん、泣かないでよ。俺好きな人がいるから。ごめんごめん。っていうか、いや、ガチコのこと好きじゃなかったとしてもやっぱり無理やろ。だってそっちはいろいろ見てたかもしれへんで。でもこっちとしては情報ゼロなんよ。そんな状態で付き合うのは難しいよな。一回も話したことがない相手に告白されて困惑しがち。あれ、お前どっちおっぱいって言いかけたやろ。なんでやねん。今日は食事に付き合ってくれてありがとう。いや、こちらこそ。すごく美味しかったですし、楽しかったです。よかった。よし、今日こそ決めるぞ。で、今日こそ告白されるかも。ガチコ。はい。俺、君が一生懸命頑張ってる姿を見てたら、その、トゥキになりました。そう、君のことがトゥキだから。いや、明らかに噛んだのを元からそういう風にするつもりでしたようにしてもうた。あ、韓国語みたいな噛み方してしもうて、それを元からするつもりでしたようにしてしもうた。肝心な時に好きという言葉を噛んでしまいがち。ちゃんどんごんやないか。ついにアリオさんからトゥキだからって言われちゃった。まあ噛んでたんだろうけど、可愛かった。そして即 OK しちゃった。なんて可愛い告白だったのかしら。ニヤニヤしちゃう。んー、とりゃー。なんだろう、私今布団の上にいるのよね。なんだか無重力の中にいるみたい。これが幸せってやつ。好きな人に告白された後は体が宙に浮くくらい幸せになりがち。まあ頂点だよな。おはようございます。おはよう、ガチコくん、やけに元気だね。そうですか。おはようございます。おお、アリオも元気だな。今日も頼むぞ。アリオさん。ガチコ、おはようございます。おはようございます。はぁ、さてはお前ら、やったな。だってねえし。告白したら間違えて時だからって言ってしまったわけで、別にそんなことになったわけじゃないんだけど、ちゃんと気持ちが伝わればいいんですよね。わかったわかった、いや全然わかってないけど、わかった、ごめん。告白した後は少しこっぱずかしい空気が流れがち。部長災難。というわけで今回のありがちなこと、いかがでしたでしょうか。共感できましたか。もしよろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。グッバイ。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。